ドレッシングで知られるピエトロ。そもそもは福岡のイタリアンレストランです。新たに登場したのは福岡県産地魚のオーブン焼き。注文が入ると料理に使う魚の名前を書いたメモを客に渡します。イラーって聞いたことないです。イラーって聞いたことないです、うん、釣り上げるとイライラとして噛みついてくることから名前のついたイラ。ベラの仲間だそうですが、その味は？うん、おいしい。うん、うん、訳ありのお魚たちが新たな命が吹き込まれたって知れて本当に良かったなと思います。訳ありの魚とはどういうことでしょうか？福岡県の北にある玄界灘、豊かな漁場として知られます。網を巻き上げると これはバリです。アイゴ、根が良くないので捨てますね。数が少なかったりサイズが規格を外れたり、味には問題がないのに売れないからと捨てていた魚も少なくありません。ゼロ円がいくらかになるんで助かります。そんな訳ありの魚を生かそうという取り組みが動き出したのです。捨てられたはずの魚が届いたのは福岡市のベンチャー企業ベンナーズ。結構いろんなの入ってますね。今日この天狗鯛とかは本当に水揚げが少ないので狙っとるような魚じゃないっていう、なかなか市場には出回りづらいような魚ですね。こうした魚は未利用魚と呼ばれています。水揚げした魚の3割に上るというのです。どうにか食卓に届けたいとは思いますが、水揚げしてみないとどんな魚がどれぐらい入ってるのかわからないっていう、すごいこう不確実な要素が多い。サイズも量も種類もバラバラ。そこで選んだのがミールキット。メニューを決めず月6パック4200円などとして簡単に食べられるキットを毎月配送することにしたのです。水揚げしたその日に加工して瞬間凍結、新鮮さを保ちます。いすずみの煮切り醤油漬けは解凍して温かいご飯にのせるだけ。おじさんのハーブオイルコンフィは湯煎してパスタに。 SDGs への関心や珍しい魚の面白さから利用者は2年で1万人に増えました。飽きられない味にするためレシピを増やすのが目下の課題です。今まで飲食店では SDGs 対応の取り組みとして紙ストローや紙スプーンなどのカトラリーへの対応が多かったです。今後は食材そのものへも SDGs の対応が必要になってくるかもしれないです。今まで捨てられていた魚を安くない価格で提供するということに消費者が受け入れられるかというのが焦点になってくると思います。今年3月には東京の私立小学校青山学院初等部で給食の食材としても提供を始めました。回転寿司の市場自体は年々増加傾向にあるということで、魚を嫌いになっているわけではないと思うので、もっと魚を食べやすくして、そして福岡のみならず全国の港で展開していきたいなというふうに思っているので、もったいない魚をごちそうに変える取り組みが広がりそうです。今日ご覧いただいた内容は、日経電子版、日経チャンネルのほか、TVH の YouTube でもご覧になれます。ぜひご覧ください。